なんで？どうしたの？ずっとここか。超かわいい。顔丸っ。めっちゃ困ってるような顔してる。あ、そうなんですか。めっちゃ怖い。どうした？あ、ちょっと戻ってきた。かわいい。持ち上げた。あ、ちょっと戻ってきた。どうしたん？知らんとちゃうで。飼い主めっちゃ目守るよ。パッ。あ、動いた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 、猫が動いた。動いた動いた動いた。先にはおでこがいる。バイバイ。なんか知らん人ちゃう。なんかめっちゃ黒目大きい。あ、でもちょっとヒノキに戻ってきた。黒目が大きくしたい年頃か。なるほど。そんな年頃ある。またなんか顔がで、尻尾めっちゃ太なってて。尻尾の広がり。おやつ、おやつ、おやつ。妻ちゃん来たよ。ひまわり来たね。すげー見えな。ヒノキも来たよ。ヒノキ、ヒノキ、ヒノキちゃん、ヒノキ、おやつ、おやつ。ヒノキ、ヒノキ、ヒノキ、おやつ、おやつ。なんでよ、ヒノキだけ忘れたの。どうした？おやつ、おやつ。ヒノキが邪魔やって。上が上が行け。どうしたの？止まって止まって。ほらシャア言え。こんだけグイグイ押されてもシャア言え。どうした？どうした？誰？どうしたの？
間に挟まれてる。どっちにも行かない。一回後ろ下がれ、どっちか。どっちか行く、どっちか。どけへんから、うちに。お、抜かした。早い。シップでチャリいいんじゃない話で。ヒノキは？なんかめっちゃ狙ってるやん。え？虫？なんかおる？なんかおるのかな？おらんやろ。なんかめっちゃ可愛い顔してんじゃん。1枚4000円でもこういうのに出てきます。マスクというと。このように白いスリットが一般的ですが、こちらはレースがあしらわれていて、女性がつけると気分が上がるマットになっています。もう、ちゃんと東京のバレーウェアメーカーのヒノキのシルクを使って、なんか用意してる。配達のきっかけは、お客さんが見てくるのか、本物のヒノキ上かもしれないんで。すごい。何ヒノキが久しぶりにヒノキ見た。あ、うう言ってる。え、ヒノキこっちか。ヒノキおいで。もともとの飼い主。ヒノキ。かわいい。ちょっとかわいい。今あり、なんか足もが。どうするどうするそっから。おぉ、さすがやな。多分豆やな。またそこや。あ、おぉ。ヒノキの新しい匂い。